高校はそこで、まあね、4割が東大に行く学校に入ったわけですから、で、東大に行く、普通にオリンピック行くわけじゃないですか、120分の107とか、仕事の方で言うと、まあ、年収はさすがにやっぱり1億は行きたいなと。さあ、今回はですね、はい、林さんにおいでいただきました。どうもこんにちは、林です。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、林がいっぱいいるんでね、周りに。そうですよね。いるんですが、はい、今回ですね、あ、本出ましたんで。あ、そうなんです、そう、これ、はい。東大入試、なんか100年前の東大入試。そうなんです、そう、戦前のです。はい。普通の最近の入試問題の本っていっぱいあるじゃないですか。はい。なんですけど、たまたまですね、戦前の100年前の入試問題発掘したので、それをまとめて一冊本にしたというわけです。なるほど。そんな林さんですが、まあとんでもない経歴だということで、ちょっと深掘りしていこうかなと思います。はい。はい、じゃあどっから行きましょうか。まあ東大なのか、まあそうです、ね。筑駒なのか、はい。まあ実は僕は中学受験はしてるんですよ。はい。で、まあ小4からなんか西野県とかに通ってですね、勉強したんですけど、中学受験はですね、まあその開成筑駒あたり受けて、はいはい、実は不合格だったんですよ。お、そうだったんですね。で、まあ言い方あれですけど、まあその滑り止めっていう形で、うん、埼玉のですね、栄東中学校というところに入りまして、はい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 、中学時代はそこで過ごしたんです。うんうんうん。でまあ、その後ざっと経歴だけ述べると、まあ、その後高校は筑駒に行って、大学も東大に入ったという感じです。すごい、ざっと行きましたね。だいぶもうあくまでアブストを最初ね。そう、アブストラクト大事だからね、論文書くときは。はい、じゃあその辺のことを詳しく聞いていきたいんですが、はい、まず筑駒はやっぱ行きたかったですか、筑駒は。まあなんかそうですね、行きたかったですね。小学5年生の時に文化祭に行ったんですよ。で、まあ当時からそのまあ数学というか算数が好きだったこともあって、うん、なんかこうね、数研とか数学研究会とか行って、うん、楽しい思いをしたので、うん、雰囲気も似てるしいいなと思って、前からですね、そう行きたいなとは思ってましたね、うん、小5ぐらいから。そこで、でまあダメだったけど、まあ中学校入った時から高校はっていうのを持ちましょう。まあ、正直そのね、境がしてご存知の方も多いと思いますけど、普通に中高一貫なので、はい、ストレートに行くのがほとんどというか普通はそうなんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっとやっぱりどうしても行きたいなという気持ちが学年上がりにつれて強まってたので、うんうんうん、まあ、迷いをしましたけど、3年生の時にまあ高校受験はやろうと決めました。ほうほうほう、なるほど。お、3年生の時だったんですね。まあそうですね、やっぱ行けたらいいなとか、なんか一応高校受験があるということは意識はしてたんですけど、うん、まあやっぱりその本来はやっぱ6年こうね、うん、ストレートで行くからこその教育システムみたいなのがやっぱあるじゃないですか、中高受験って。で、それを途中で抜けるし、まあ高校受験の勉強をしなきゃいけないので、うん、まあ、ちょっとやっぱロスが大きくて悩んでた部分は正直ありましたね。なるほど。そしてなんといってもね、そこで筑駒、まあ、あの難しい問題ですよ。まあ僕も英語解いてやってましたね。そう、あるんで、やっぱすごい練られています。いろんな問題解きましたけど、あんなに難しい知識を問わないで難しくできるのっていうのは、 そうですね、それはめっちゃわかります。そうそう、あれはやっぱ、まあ、どの大学入試よりもそうですね。だからもう一番よくできてる問題って思ったのが筑駒ですね。いや、そうなんです。なんか一応国立の学校なので、本来なんかそんなに変なことはできないはずなんですけど、 そのだから限られた道場の中で限界までですね、そう、変な問題を仕立てて受験生にやらせてるっていうのは不思議な学校でありますよ、ね、本当にそれはね思いました。だからよくあんなに知識簡単なものだけでマーチより難しい問題を作れるなっていうのが、そうそう、本当に僕は思ったことですけど、すごい。そして、まあ、数学もあんな感じなんですか。ああ、そうですね、はい。まあ、やっぱりもちろんその高校数学とかでないんですけども、はい、範囲内で限界まで難しくしたものみたいな感じで出てきます。やっぱりそうなんですね。じゃあそして筑駒、いよいよ念願の筑駒に入ったわけですね、はい。もう中3からでもう間に合ったんですね。まあそうですね、正直その数学が得意だったとかいうのもあって、うん、そこら辺でご利用してしまったところありますね、うんうん、理科とか社会とかはやっぱり受験勉強をやっぱしなきゃいけなかったんですけど、うん、ちょっとやっぱり不十分で受験を迎えてしまったっていうのが正直なところです。まあ、ただまあ数学とかで、なんとかなったという感じですね、うんうん、そしてまあね、4割が東大に行く学校に入ったわけですから、そこからはやっぱもう東大だってなったんですか。まあそうですね、正直そうなんです。おっしゃる通り、少なくとも受験するのは半分以上が東大で受験するので、うん、考えた結果東大にしようとかじゃなくて、うんうん、まあ言うて受けるじゃんみたいな、そういうノリではありました。そうね、そういう感じですもんね、やっぱね、つくこまって、まあ、正直そうそうなんかあるんでね、そこでやっぱりもう周りもみんな受けるみたいな。まあそうですね、はい、もちろんなんか例えば医学部志望でちょっとまあ医科歯科にしようとかですね、うん、京都とか慶応とかそういった人いましたけど、うん、特に医学部以外とかだともう本当に結構の割合が東大、まあ、一部海外にがいるっていう感じですか、うん、はい、それで行ってもう
学部とかは決めてたんですか、もう東大入るんだったらみたいな。実はどこに、出願するかとかっていうのはそんなに前から決まってなくて、うん、まあ、といっても高1ぐらいで決まったのかな、うん、まあ高1の夏になんかその東大の物理学科というか物理系の研究者の講演会行ったんですよ、うんうん、はいはいはい、でそれ聞いたら結構面白いなとかと思って、うん、あと高2でも物理の成績とか良かったんで、まあ、ちょっと物理学科行きたいなと思って、うん、まあ、だから理科1類ですね、はいはい、を受験しようとは、まあ、高1の終わりとか2年の頭ぐらいで思うようになりました、うん、なんたってそれでね物理オリンピック行くわけじゃないですか。まあ一応そうですね、はい、高校3年生の時に国内の大会なんですけども、うん、はいはい、一応金メダルとか、はあ、すごいね金メダル。もう匠さんもびっくりですか。じゃあいやまあやっぱ、まあ、あの人もあの人でね、もちろんもう別次元ですけど、まあ僕も一応、まあ、あのペーパーテストとかでね、うん、ちょっとしたあれですけども、まあ、たまたまいい成績出しました。すごいな。でとんでれだけ物理が好きだっていう状況で、まあそうですね、はい、とても好きで、いよいよ東大受験行くわけですけど、どうだったんですか実際。まあなんか正直そのあんまり、まあ、医学部とか志望じゃなかったってこともあって、うん、理算じゃないってこともあって、うん、合格点にはまあやっぱ行くわけですよ、はいはい、数学とかで全然。でしかも、まあ、物理オリンピックとかを通じてなんか結構大学の物理とかって面白そうだなと思って、うん、その勉強してたんで、余裕持って高3の終わりはまあちょっと受験対策しつつ、うん、大学受験 の、 まあその物理とか数学の勉強を中心にやってたっていう感じでした。予備校とか行ったんですか。あ、僕は中学入ってから全然塾は行ってなくて、うん、一人で、まあ、申し訳ましたけど、それ以外特に、うん、あの一人で勉強してました、うん、独学で行くわけで、まあそうですね、まあ、学校自体もねすごいですからね、もうサポート熱いんでね、まあ、その辺の話も次聞こうかな。じゃあ次の動画ですね。でじゃあセンターどれぐらい取れたかですね。まあ、センターは、まあ、一応東大の、使う点数900分のでいうと851とかだったような感じでした、ね。もうじゃあ英語も全然いけた。まあ一応幸いね、まあそう、うん、まあ、あの僕英語実はそんな得意じゃなかったんですけど、うん、まあまあまあ言っても当時のセンター、うん、まあそんなに難しくなかったんで、うん、まあ180なんとかとかだったと思います。そして二次試験はどうだったんですか。まあちょっとねなんか微妙な思い残しもありましたけど、数学はうまくいきました。なんか120分の107とかだったかな、まあ、だいたい9割ということで、まあ、ちょ英語はちょっと60何点とかですけどまあ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 数学はまあ満足いくような点が取れたという感じでしたね、うんうん、まあ、数学と理系科目でやっぱぶっちぎる。まあそうですね、物理もだいたい8割ぐらいは取れてはいったので、うん、まあはい、で正直理算とかじゃなければ、まあ、なんか得意な科目1つ2つあればもう全然大丈夫なので、うん、それでまあなんとか受かったって感じでした。そうでもね、カンタロウさんもね、そうそうそう、今カンタロウさんのところにいるんですけど、さっき言ってたけど、ね、理算の点よりも高いの取ってた。まあ一応ね、そうそう、うん、当時の、まあ、数学物理あたりが結構でかくて、うん、それもある程度いい点を取れたかなという感じでした。すごいな。合計のやつとか覚えてます。どんな問題、確か、まあ、550分の5が396、うん、とかだったと思います。いやー異次元まあ、たまたまですけどね。そこで行ってで東大入って何を研究した。まあ、結局理科1類から物理学科行って、うん、実は僕はあの学部卒で就職とかじゃなくて、まあ、自分でまあいわばまあミニ企業みたいな感じで研究進まなかったんですよ、うん、まあ、物理学科行きたいな、だから物理学専攻行きたいなと思っていたんですけども、うん、でまあちょっといろいろあってですね、まあ、あの別に悪いことじゃないですけど、いろいろ悩んだ末にまあ辞めたという感じですね、うんうん、そうだったんですね。でも一応物理学科にも行った、ね、行きました、はい、行きました。どうでした。でもまあ楽しいと思いました。あ、なんか正直、はい、やっぱりすごく楽しかったのは事実ですね、うん、ある程度そのなんか、ね、物理とか数学が好きな仲間で、うん、まあ、やっぱり雰囲気とかも似てる人も多いですから、うん、毎日ね同期と楽しく過ごせたのは、まあ、事実ですね。そうだったんですね。じゃあ現在はどういう活動をして。大学受験数学の YouTube とかやりつつ、うん、自分ではまあオンラインの家庭教師の運営をしています、はい、東大生の先生に指導していただいてるって感じですね、うん、なるほど、じゃあ東大生たち の、 このオンラインスクールみたいな。あ、そうです、その通りです、うんうん、はい、まあ、中高生対象でオンラインの、まあ、家庭教師をしているという感じです。今後考えてます、こうしたいなとか。いやそうですね、どうなんだろう、まあ、あのオンラインの家庭教師は、まあ、別にド派手な仕事じゃないですけど、うん、でも僕はすごくいい仕事だなと思っていて、うん、生徒もいい人ばっかりだし、だから、まあ、うん、当面少しずつ大きく育てていきたいと思ってますね。で、まあ、YouTube チャンネルとかについてはちょっとなんか気が向いたものをやってるって感じが続いちゃってるので、うん、なんか一つこう他の方とかやってるより、まあ、何かシリーズものとかですね、飽きトントンみたいな。あ、もうそう、もうなんかシリーズとかでって、もうちょっとこう綺麗にチャンネルをまとめていきたい感じはしますね。やり散らかしてしまってる。なんか目標とかありますね。そうですね、まあその数字で言うと、いくつか自分の中でさすがに男たるもの行きたいなっていうのがあって、おうおう、まず YouTube チャンネルはやっぱり銀の盾ですよ。ああ、はいはい、はい、まあ、これやっぱ言っときたいですか、うん、まあ、ちょっと内容的に金まで、ね、よっぽど頑張んなきゃ無理なので、ね、まあね、なのでちょっとそれは諦めて、まあ、銀です、10万、うん、まあ、今2万3000とかなんですけど、はいはい、であとはまあ仕事の方で言うと、まあ年収はさすがにやっぱ1億は行きたいなって思ってください。さらりと言うて
面白い。まあでもやってみると意外と難しくてね、まあ、僕なんかまだ全然今もう今期どうだろう1700、800万とかなので、普通に言っちゃうんだね。まあ全然もうそれはもうどんどん育っていきたいなって感じですね。面白いですね。いや今後じゃあ期待して、はい、ね、見ていきたいと思いますんで、じゃあ次回はつくこまにちょっとね、つくこまだけそういえば出てないような気がするんですよ、うち。ああ確かに、でもね他のチャンネルでもあんま出ないですよね、これつくこまって。だからこうナダ出してつくふ出して、まあ、まあ改正で改正も出てます、改正出して、で渋幕も細井さんいるんで、それについて話聞いたのは出てるんですけど、つくこまだけ出てないので、じゃあ聞いていきたいと思います。了解です。はい、はいさんのチャンネルを貼ってありますので概要欄ですね、はい、見てください。はい、はい、ここはハイさんにも出ていただきました。ありがとうございました。